はい、皆さん、こんにちは。ということで、今回はですね、この本にね、まあ、この本買ったんですけど、漫画なんですけど、一つね、岐阜の、この岐阜市から輩出した、岐阜県岐阜市、ここから輩出したですね、偉人が載ってますのでね、ちょっとご紹介します。帝国陸軍激闘録という、本なんですけど、漫画本なんですけど、まあ、短編がいろいろね、いろんな先生が書いた短編がいろいろと集まっている、まあ、太平洋戦争のことを書いたアンソロジーですけど、ですね、この本のですね、ここに書いてあるですね、ですね、この奇跡の指揮官インパールという、この奇跡の指揮官インパールという、ここに書いてある、この中将なんです。まあ、陸軍中将で終わった方なんですけど、この方の話が載ってるんですよ。これは私はもうここページ見たら、あの人ってすぐ分かったんですけど、なぜかというと、豊田先生という、まあ、有名な作家さんが書かれたですね、この腐敗最前線指揮官の生涯という、宮崎重三郎中将、まあ名将と書いてありますけど、まあ、こういう非常にね、人の良さそうな、なんかいかにも人間性がありそうな感じなんですけど、これはですね、光仁社という光の、まあ、ある種戦争関係をよく出してるところなんですけど、豊田常世先生という、長良川というね、作品で確か、賞を取られたかな、新人、何と、何かな、長良川で、直木賞かな、芥川賞、どちらか取られたと思いますけど、ですね、まあ、この豊田先生がですね、この、まあ、同じ豊田先生も岐阜なんで、この方も岐阜ということで、まあ、大変にね、岐阜にゆかりのある方というか、これ岐阜県人なんで あれなんですけど、まあ、それを置いときましてもね、これに詳しくね、分厚い、こういろんな、この変わったのね、功績載ってますけども、この方実はね、インパール行ったんですよ。インパール、要するに、いろいろこう、まあ、評価が分かれるか人のインパール作戦というのに行きまして、その部隊に入ってましてですね、編成部隊にこの方入ってまして、なんか途中でなんか引き返した人もいるんですけど、この方はまああまり文句も言わずにね、敵のね、物資もね、分取ったりなんかして、まあ、そこの分取ったんだけど、そこでまたその所有をめぐってですね、本部の方とこの部隊でいろいろこうあって、結局その部隊のものにならなかったのかな。ほんでここにかあのすぐ隠せよということを言って行かれた、放置されてたんで、そこをイギリス軍に空爆されて、全部そのイギリスの方のね、その鹵獲したね、分取ったその兵器がバーになってしまったというのも書いてありますけど、まあ、それはセクト主義なんですよね。まあ、この人はだから、本当にね、こう日本軍にして珍しく、事前情報を取る、将官、将軍でして、必ずこう、この漫画にもありますけど、こう必ずこう敵地をね、見てね、どんな方なのかと。で、なるべく兵隊を死なせないようにして、こう最小限に被害を収めつつね、行くと。知恵を絞っていくということで、将軍自ら必ず敵地視察して、まあ、どこに弱点があるとか、で、まあ、正攻法でいかなかったらこういくっていうようなことを必ず、もう、ノモンハンの時も確かこの方がいたのかな。とにかく、すごい、指揮官になった時から非常にですね、こう無駄な人命とかね、そういう物資の消耗を避けるという、大変に 当たり前のことなんですけど、まあ、とにかくイケイケどんどんの人がいた、ね、こうとにかく無茶なことでも
こう突っ込んでった方が有名になれるし自分の株が上がるったんていうそういう変な世界で、この方はそういうことはやらなかったんですよ。で捕虜になったんです、この人は。あの戦後ね捕虜になったけど、まあ、捕虜の収容所でもですね国際法みたいなことを結構勉強されて、あのちょっと待遇良くしろということをね盛んに言われて、待遇をですね良くしたという、うん、でこの漫画にも載ってますけど、この漫画にも書いてありますけど、まあ、あの亡くなったのが昭和40年ということでね、うん、だからこの漫画を見るとですね、この肩にねこう猿が乗ってるんですよ、小猿が。これは本当だったらしいですよ。これいつもこうジャングルであれかな、あのこう仲良くなった猿、その猿の世話を随分一生懸命やっていて、それでいうことですけど、これ、ね、漫画にね本当にねうまいこと載ってますよ。ほんでそうそうそう、猿が途中で怪我しちゃったんですよね、作戦中に。こう猿に対する非常にねこう小さい小動物に対する非常にこうなんか慈悲心があったっていうことで、とにかく人命軽視のね、とにかくそういう日本陸軍においては非常に珍しい人で、うん、そんな人が珍しいってこと自体はおかしいんだけど、やっぱり非常に合理的な考えもあるし、非常にこう細心の注意をいつも払ってたという、そういうですね感じです。まあ、これを読んでみてもいいですし、でこの本をね、この本を読んでみてもいいですし、これはですね、学研から出てます、ね、安いですよ、うん、税別457円というよ、読んでもいいですし、この本ですね、公示者が出ている名称宮崎重三郎という、これを読んでもいいです。はい、皆さん興味のある方はぜひ読んでください。ではまた次回お願いします。